ミルキーです。そしてジャマです。ということでですね、本日はとあるですねガシャポンを回してきまして、結構ねいい景品が当たったので紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃーん。こちらですね、アンパンマンのエアーフレーズ8ということで、そちらのね200円のガシャポンになるんですけれども、そちらのね景品がこちらだったので、こちらをね紹介していきたいと思います。でこちらなんですけれども、19センチあるアンパンマンのねちっちゃい浮き輪がついてるものになるんですけれども、この他にもですねドキンちゃんの浮き輪付きのものだったりとか、あとはバイキンマンのクリアバッグ、あとはアンパンマンマイク、あとシャカシャカリング、あとお散歩バス、そしてドンブリマントリオボールというね、こちら7種類の中のどれかが当たるというガシャポンになっております。ということでですね、個人的にはねちょっとお散歩バスもねいいなというふうに思うんですけれども、今回はですね結構一番の当たりじゃないかなというアンパンマンのね浮き輪付きのものが当たったので結構ね嬉しいんですけれども、ちゃんまるさんはですね絶賛現在ですね、ポイポイするのに、おもちゃをポイポイするのにちょっとハマってしまっていて、こちらをね多分私でもポイポイしてしまうのでですね、今回はねちゃんまるに渡さずにやっていきたいと思います。でですね、こちらなんですけれども、ガシャポンをね回すとこういうね紙が、まあ一緒にね説明書の紙がついてくると思うんですけれども、こちらのね対象年齢がちょっと3歳以上になってますので、こちらですね遊ぶ際はね3歳未満のお子さんには絶対に与えないでくださいっていう風に裏のね警告の部分には書いてありますので、遊ぶときはね必ず私が見守って使っていきたいというふうに思います。ということで、ちゃんまるさんテーブルに乗るんですか？ちゃんまるさん落ちないでくださいね、あなたということでですね、ちゃんまるさんはですね今現在絶賛ですね、ハイハイとねいろんなものにねよじ登ったり捕まり立ちをしたりというのがちょっとブームになっております。イエーイということでですね、本日はですねこちらのアンパンマンのエアフレンズ8というねこちらのね商品を紹介したんですけれども、ぜひですね他にもアンパンマンのねガシャポンいろいろありましたので、ぜひ気になるという方はですねお近くのスーパーマーケットだったりゲームセンターだったりでちょっと見てみてください。はい、ということでですね、現在ですね机のバロンにはまってしまったちゃまるさんと一緒にお届けしました。ちゃまるさん、カメラを倒さないでくださいね。ということで、また次回の動画ですね、ちゃまるさんの成長ぶりをね皆さんに見ていただけたらなというふうに思います。ということで、以上ミルキーとちゃまるでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたねー。ちゃまるバイバーイ。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価を、そしてチャンネル登録がまだお済みじゃないという方はこちらからちゃんまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そしてツイッターもやってますので、ツイッター気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひツイッターもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたねー。